はい、ということでですね、最近うるさいって言われてね、僕の声がでかすぎてね、はい、でもね、テンション上げないとね、皆さんね、はい、最近ね、言われるんですよ、昔のね、動画見返した人たちが、誰だこれみたいな一つだけ言わせてください、無理にテンション上げてます。なぜなら、YouTuber だからまだね、一本も飲んでないので、これからね、気分上げたいっていう時に何を食うかと、こちらでございます。ナスですね。何度も言ってるんですけど、野菜あんま好きじゃないですよ。このナスは好きなんですよ。この大好きなナス、これね、一番美味しい食べ方、皆さんに教えちゃいますんで、期待しててください。リュウジのバズレシピ。はい、ということでですね、じゃあ早速やっていきたいと思います。今回はね、小さめナス3本、大体240から 50g のナスを使っていきます。僕の新刊のバズ飯なんですけどね、唐突な宣伝ね、これね、ちょっと確認していいですか。野菜がたっぷり取れてね、非常にいい本なんですよね。皆さん、こんなに簡単なの？これ誰でもできちゃうわ、これやべえわこれ。ということでやっていきたいと思います。ナスの殻を作る上で一番大切なこと、これはですね、食材の心を感じないといけないと。麦とホップ、これを飲んで植物の気持ちを理解したいと思います。じゃあいただきます。あ、やっていいですか、もう。はい、もうね、つまみが欲しいんでね、ナスなんですけども、まあこうヘタはね、切り落としちゃってください。3本ずつやっていきますよ。はい、ナスはね、油との相性がいいからね、唐揚げにするとまあうまいんですよ。ナスはね、こっちからこう乱切り、回しながら切っていく、一口サイズに切っていきますね。こんな感じですね。でこれを3つともやっていきます。これぐらいの大きさになるとね、タレの芯もいい感じですからね。ちょっとね、大きめのボウルに移して、いきます。じゃあここにね、白だしね、僕がいつもヤマキの白だし使ってますからね、はい、これね、大さじ3入れちゃってください。揉み込むんですよね。揉み込むことでこれね、ナスってね、スポンジみたいになってますんで、果肉がね、こうやってね、やることによって、よくね、染み込むんですね。ちょっとね、スパイシーなのが好きな方は、ここにね、おろし生姜とかおろしニンニクとか入れても美味しいですよ。はい、ね、キュッと絞りながらやるとね、そうするとナスが元の形に戻るときに吸い込むんですよね、だしをね。こんな感じで全体がね、染みたらですね、常温で大丈夫です。15分置いておきましょう。はい、それではですね、油を1センチぐらい、そこ1センチぐらいで大丈夫です。揚げ焼きになりますんでね。で、中火にかけます。で、温まるまで放置しておきましょう。こんな感じでね、こう衣をつけていくんですね。結構ね、熱くつくんですけども、熱くついて大丈夫ですから、ちょっと厚めにつけて、最後に軽くはたくと。で、これね、つけたらね、即揚げてくださいね、これね。今度は中火でやってます。僕ね、このレシピ大好きなんですよね。で、まあ入りきらなかった部分はね、また後で揚げていきましょう。白だしとナスが揚がる香りですね。それをおかずにして、うわ、これがね、料理の醍醐味ですよ。皆さんやってみてくださいね、これね。ぜひね、こうやってひっくり返していきますね。で、全体を揚げていきます。もう一個ね、バットを用意しておきましょう。全体がね、ちょっとね、茶色くなってきたら、もうね、上がりますんで、こんな感じでね、ほらほら、あ、いい上がり具合だな、これ。いい上がり具合です、皆さん。うまいぞ、これは。ちょっとね、固まってるところもあるんですけども、これはね、後でね、剥がせますからね、油ちょっと よく切ってもらって。約束された勝利。ナスを生で食うとしたら、塩もみですね。薄く切って塩で揉んでいただいて、やっていただくと、ナスの浸透圧でこうクニュクニュっていうのがね、シャクッとするんですよね。昔はね、ナスってアク抜きしなきゃいけないって言われてたんですけども、今のナスってアク抜かないでも全然うまいです。最近のナスはね、すごく美味しくて、そのままやってもアクないから、アク抜きしなくても平気。食材って進化してるんですよ、実はね。調理法もね、進化しないといけないんですよね。だから昔のようにアク抜き必要なものもあります。もちろんナスに関してはアク抜きしないでもさほど変わりません。うまそうだね、これね上がった油のフレッシュな油の香り、これはね、これはね、やっぱりね、自宅で新しい油で揚げないと、この
フレッシュな油の香りっていうのはね、味わえない。うん。あ、すいません。じゃあ盛り付けていきたいと思います。盛り付けです。もうね、がっつり、ほらザクザクですよこれ。皆さんうまいよこれは。いいじゃないので、あればで結構なんですけども、レモン添えてください。今回ね、あったんでね、生のレモンを添えてあります。これね、あるとね、ピリッと、さっぱりといただけますね。ナスの唐揚げの完成でございます。それではできましたので、いただきたいと思います。いただきます。開けといて、ちょっといただきます。おお、完璧だね。この動画見た人全員やってほしい。ちょっとレモン絞って。いや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 、これうますぎるわ。止めてくれ俺を。俺はまだ撮影が残っているんだ。うまっ。酒飲みの人はね、もうちょっと塩を振ってね、召し上がってもいいかもしれないですけど。うまいよ。ちょっと会心の出来なので、テテタ君も食べていただいていいですか。うん、手でつまんじゃっていい。サクサクだね。中ジューシーでしょ。中ジューシー。味も染みてるでしょ。味めっめっちゃ染みてるね、うん、おつまみだね。初めて噛んだ時にサクっていった後に、ナスの油吸ったナスジュワって、サクジュワなんですよこれね。味変していいですかこれ。ちょっとブラックペッパー、ブラペですね、ブラペをちょっとかけて。わお、お前合うなこれ。山椒いきます。パラッとかけて。たまらんこれ。次の撮影なかったらこれ全部食うんですけど、哲也くんも達也くんも食べたいと思うんで残しておきたいと思うんですけども、野菜不足の皆さん、このチャンネル野菜あんま使わないんでね、僕は嫌いだからなんですけども、野菜嫌いの僕が考えたこのバズレシピ、ベジメシぜひチェックイットですよ。ほとんど未公開レシピですから。うん、ぜひ皆さん作ってみてください。どれぐらい染み込むってやってたっけ。ちょっともう見て、哲也さん、ちょっとそれ、その素晴らしい本を見て、ちょっと何分ぐらい漬けとくって書いてある。それ昔のレシピだから忘れちゃった。白だしをもみ込み約15分置く。15分、15分置くだけでいいの。すごいな、ね、これ。